有志水族館、イエーイ。なんかいてました？何もいないんだけど。何もいないですか？なんで？生きてる生きてる。あ、ここにもおる。あ、ここにノリトカゲじゃないこれ。あ、めっちゃでかい声出すから、ほら見て動いてるんですか。ノリトカゲだよねこれ。え、そうなんや。多分。え、そうなんや。へえ、いっぱいいてますよ。ここにもいますよ。うん、かわいい、めっちゃ。ノリトカゲだ。いや、なんしつこ。木登ってる木登ってる木登ってる。本当。もう一回もう一回もう一回。ノリトカゲだ。めっちゃ色がすごい。カエルやば色。置物みたい。キメラ、アオヒタトカゲ、かわいい。あ、コーンステーク、あ、日本語になって訳したらあれば、トウモロコシヘビ、トウモロコシヘビです。おー、なげ、すごいかわいい、めっちゃかわいい。めっちゃ邪魔してくるやん。イエーイ、めっちゃかっこいいですね。黒で飼ってますね。大サービスやん。ありがとうございます。あ、綺麗、かわいい、めっちゃいい、めっちゃいいですね。すごい、近づいて、近づいてきましたね。みんなこの裏側が嫌いって言いますよね。これが可愛いんですよ。あ、電池玉かも。いい顔してるな。いい顎持ってるわ。ペンギン、めっちゃ背骨がいてるよ。背骨じゃない、肩か。顔だけ出してる。顔と鼻だけ、目とね。うわ、こちらですね。一匹だけいますよ。餌じゃないですか、これは。完全に。あ、歩いてる歩いてる。めっちゃ目近づいてる。やっぱ2つ必要なんでしょうね。あ、そう、すごくない？もう、はい、ほふく前進ですよね。あ、ここにも動いた動いた、2匹同時に動いた。いやー、あ、水、あ、いい、かわいい、見た、かわいい。うわ、めっちゃかわいい。水つけましたよね、今、体に。こいつもそうしたいんでしょうね、おそらくは。だけど、まあ、結構体力いるんでしょうね。体力いるから割とエリートなのかも、この子は。山丸さん、山丸さん、山丸さん、早く、あ、降りてきた、降りてきた。歯でこれ歩いてるんですよ。で、水たまり行ったらこうやってひっくり返って水つけてるんですよ、自分で。クロッテして、クロッテして、クロッテして、あ、飛ぶんやん。クロッテしてほしいな。早い、結構飛びますね。ゴキブリ、ゴキブリです。もうエイの住処やん。なんかヒレで泳いでいる。この水面ギリギリを潜ってみましょう。触れるんや。これ毒じゃないんや。冷た。こっちこっちや。こっちこっちや。毒じゃなかったんですね、これ。うわ、気持ち悪い。あっちの。ちょっと触ってき、あ。触れるんですか？
頑張ってください。噛まないですか？お口のところは手をやらないよ。膝、じいちゃんの膝や。めっちゃ重い。多分触ったら分かります。じいちゃんの膝。あかんって言って噛むかもしれない。あ、やばい、警戒してる。やっぱ警戒してる。これは危険ですわ。こうやってね、舐めたらダメなんです。動物を。動物、そう、動物、生き物。ちょっと、ドクターフィッシュ行きます。なんかめっちゃ壊れてる、めっちゃ壊れてる。で、たたたたたた、めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。これ上野さんやったら絶対笑うわ。やらんかな、気持ち悪がるかな。上野さん、これめっちゃいいですよ。ドクターフィッシュ、ドクターフィッシュすごい集まってる。やらないですか、やらないですか。それでは上野さんに何かすごいバイブレーションが。バイブレーションめっちゃ溜まってる。めっちゃ凝らないですか。すごいでしょ。なんか、初めての感覚ですよね。かわいい、かわいいって言ってやりたいな。うわ、めっちゃかわいい。すごい、上乗っていいんですか。いいと思うけど、怖いよね。どっか、どっか、めっちゃ動いてるやん。面白い。ね、お腹空いてて、ほら、ちょうど、それで、ちょっと手がめっちゃ可愛い食べ方。手使ったらいいのに。すごいですね、いっぱい回れますね。めっちゃ作り込まれてる。綺麗、海のようだ。ペンギンがみんな万歳してますね。バンザイ。バンザイ。ニシキエビの抜き殻でーす。取れている。
これも脱皮したからね。あ、そうですね、この子たちの一部です。そうやな、これを触覚とかは見たことあります。これをメキ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 ですね、はい、結構高級です。アリは食べてないんですね。今はスムージーを食べる。スムージーを、すごい画期的。まあ、スムージーの中にアリとか混ぜたりするんですけど、アリがないときは、はい、そのマヨネーズで、はい、マヨネーズ、そうなんですよ、アリの蟻酸でこの子たち有機の酸の補助するんで、そっかそっか、そうなんですよ、それでマヨネーズの酢の酸でその補助、代わりを行ったりして、すごい。先生、そのアリはどこから調達するんですか？アリは外国の方なんですよ。なんで公園とかにいるこういう小さなアリじゃなくて、はい、結構こういう大きめのアリを使います。へまあでもそれ結構高いんで今ないんですよ。それで今マヨネーズで代用しています。なんかこんにゃくみたいなの入ってる。追いかけて追いかけてエイの尻尾を食べて、釣り竿みたいな感覚なんかな、遊んでるんかな、あの魚追いかけてる、ほらほらほら、てて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 、出ました、出ました、なんじゃグリア、すごすぎ。あ、緑にあった。へばりついている。タコクラゲ。子供ちゃん、子供ちゃんと大人ちゃん。ここから空気が出てるわけだね。これ足まだないもん。そう。めっちゃちっこいの。
キノコが浮いてるみたいな。完全キノコですね。怖い。え、これどうなの？いつもちょっと。これさ、あれじゃない？楽してる。じゃあ分裂するんじゃない？え、今から？今から？そんな感じじゃない？そうなんかな。そうですよ。これ完全に穴開いちゃってますよね。あ、これもだから分裂最中じゃん。分裂最中なんか。口が紫や。お、来た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 。お、お、なんかすごいこなしてる。動いてる動いてる。おお。口シャラシャラしてる。貴重。貴重映像。めっちゃ石見えてなかった。ぶつかってる。ありがとう、パフォーマンスを。さよなら。また会える日まで。かわいい、これ欲しいな。もうグラス買いすぎたもん。うまいな。グラスっていうか、もう家にグラスいっぱいあるから欲しいな。でもはい、ということで今回4日間沖縄県に行ってきました。今から大阪に帰りますが、本当に寂しいですけど、皆さんとバイバイしたいと思います。もう本当ならばここに住みたいんですけれども、大阪に帰りたいと思います。今日は見てくださった皆さんありがとうございます。山口あきでした。バイバイ。ああ、寂しい。帰りたくないな。でも、シーさんの後ろ姿が切ないですね。まあ、また来れるように、頑張りたいと思います。それでは、お疲れ、つこ。